こんばんは。ショールームしながらできないんですよ、携帯が2つないのとパソコンでやると止まっちゃうんです。前回のいつだったっけ、 CM 選抜の時にやろうとしたんですけどできなかったから、今なんか携帯を2つ買おうか迷ってるっていうか、なんかタブレットを買おうか迷ってる。今日の偏食ご飯はね、今日眉毛薄いですよ、ただ前髪をね多分透かしてるので、いつも多分こうなんですよ、今日こうしてるだけ。なんか前髪をね大量にするとめっちゃキノコだなって思って、さっき配信する前に見たら、見てそう、なんかいつもより丸い、いつも丸いです。スピンじゃないです。選抜入りおめでとうありがとうございます、バーイうん、おいしみ。辛いな今日は。白米です。うんうん、暖かさが忘れられないです。ちょろいって書いてあるじゃん、白米とスープ、辛いやつ。うん、違うよ、スンドゥブチゲのスープ。豆腐、純豆腐のやつ。これこうやって食べるの好きなんですよ、ご飯と、なんていうの、カップスープなのかな、一緒に食べるの好きなんです。あれと一緒です、カップラーメンの終わった後のスープとご飯で食べる。やったことないですけど、それは。辛いもの好き。砂糖のご飯じゃない。あきとこもち。ご飯食べてる時だけやります。コーンスープじゃないよ。コーンスープはね、食べれない人。スンドゥブチゲのスープ。口の中見せないですよ、もともと
とんがりコーンもダメ。コーン系はね基本的にダメです。ポップコーンはいいけど。デザートはねヨーグルトとねアイスかな。今日ハタゴンさんがねツイッターにツイッターかなあげてたねアイスをね買ってきたんですよ。砂糖もあーと思って食べてみようと思って今冷凍庫に入ってます。なんでダメなの？なんでだろう。コーンが嫌い。イベント後半頑張れ。それも一緒ですよ。頑張るぞっていうのもあるけど食べちゃった。うん、熱い。でもねパッションフォーユーはねなんか速報1位でやったってなったんですよ。だけどなんかいろいろ見てたらエクストラなんたらが結構ね変わるらしくてねってみんなが言ってて、やばいね。うん、でも1位取ったことないんですよ。だからめっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。イエーイ。1位取るぞ。まだねやったことない人もねぜひこの機会に。この機会に一緒に頑張りましょう。佐藤も頑張るので。エクストラなんたらだ、レベル低いから負けるよね、カホきっとやったら。うん、レベル上げなきゃ。うん、なんか、うん、新しく始めた人が多いからこそちょっとあれだよね、先輩の界隈にはちょっとが強いけどね。頑張るぞ。
中間まではないんですか、エクストラなんたらは。普通。歌ですか？歌は好きだけど。中間まではないのか。そう、歌は好きだけど、今はね、パッションフォーユーです。パッションフォーユーだからちょっと考えてなかったです、そっちは。特攻レジェンド、お試しで出るんですか？1位は初めてです。ありがとうございます。頑張る頑張る。おとといの連絡行きましたけど、ありがとうございます。ぜひパッションありがとうございます。イベント初日に会ったんだ。1位になった時の公約いいですね、なんかそういうの考えるの。何がいいかな。なんかだってグラビアやりますって言っても、そのあれがないと、やらせてくださるのがないとできないことなので、自分でもできそうなものは何だろうって思いますね。何がいいですか。公開実験でもね、難しいんですよね、実験って。歯に詰まった。1週間コスプレ配信とか自分で言ってあれだけど、それだったらできますよね、佐藤も。まあハロウィン終わったんだ、大丈夫。佐藤かほは毎日ハロウィンだから。なんか水着とかは多分ダメなんですよ。なんか露出、過度な露出はダメらしくて、ショールームで。握手会もそうなんですよね。だからそれもちょっと厳しいなって思って。何がいいかな。でも良くないですか、1週間コスプレ配信。うん、コスプレもダメなんですか。
カホは今ね、待って、1週間もないかもしれん。こっちに赤ずきんちゃん、チャイナドレス、警察官、ナース、制服、判件、あー大丈夫です。多分佐藤は著作権ないので。あーで白衣6個しかないや、あと1個増やさなきゃ。キャラクターものじゃない、佐藤の本当にチャッチーので多分ないやつ、著作権とか。ああ、サイスユーちゃんお家にあるんですよね、実家に。タピオカの擬人化って、黒タイツで配信して、やばい、変態がおるここに。ウィッグがダメなの？へえ。メガネ、メガネもな、反射するからレンズないやつだったら全然いいです。探しに行こうかな。割烹着。中間までの作戦、中間までの作戦か。そうだな、なんかカホは、カホ的にはファンの皆さんのそのパッションフォーユーに対するなんかポチポチするのってすごい労力、精神的にも来るじゃないですか。だからその疲れた気持ちを癒せるような写真とか動画をあげることしかできないけど、するのと、そうだね、いかに位置を取りたいかっていうのを伝えるのか、伝えることですよ。あ、洗濯機の音です今。自宅訪問はやばい、やばい、それはやばい お尻叩いてくださいってどういうことですか。なんか多分ね、日本語がねあれなんですよね、佐藤下手。
みんな叩かれたすぎん、ちょっと。1時間おきに頑張ってねツイート、まあ、それもそれでありだねありかもしれん。いや真夜中に更新しとったら寝ろって怒られそうだけど。あーいいね、定期ツイートに設定しちゃいいじゃん。うんふん、通知来ちゃうもんね。けどまた定期ツイート甘え。ハキンジで。通知聞いて寝る日ってね、なんで同じこと言うの メロンパン遠回しに丸いって言ってるでしょ。悪魔、あー天使があるじゃん、さすが。これで7個揃ったから1週間コスプレ配信できますよ。よきよき、ありですね、ありありのあり。かほちゃんに行くまでに違うよ、あんまんだよ。かほてん、カレーマンうるさいなうるさいな。ふう、後頭部平らです。何着てもコスプレ。でも今日はちゃんと生足だけどちゃんと着てます、ちゃんと着てます。体操着いいよ白金地白い耳の、違う、白い金の耳です。白金地、ググってみてください。これね、満月、そういうことか。今日満月なんだとか思ってたら、カホのこと？もうマジで。通報だ通報。何時までやろうかな。でも食べ終わっちゃったので半まで25分になったらランキング見ますね。今日っていうかね、かほね1週間ぐらい、じゃあ5日間ぐらい家に帰ってなかったんですよ。てんてんてんとはしてない、なんか握手会とかなんかお仕事とかで家に全然帰ってこなくてて、帰ってこなくてて、来てなくて、家に帰ってきたら衝撃的なものがありました。じゃーん、みかん、ほろろさん食べてる、やばくないですか。ちょっともうこのみかん厳しいですよ。福
袋入れたまま放置してっちゃったんで、多分蒸気なんか多分カビた、と思っておーって思った。帰ってきた時にびっくりした。青カビ、びっくりした。うん、してます。この後ヨーグルト後で食べます。え、他のやつ食べても大丈夫なんですか？なんか同じ空間にいたからちょっと厳しいなって思って、なんか一番上のみかん食べたけどちょっと甘くて違ったあれと気持ちと。やめとこう、体調を崩してもダメ、あれなので胃がやられやすいから気をつけて、ちょっとねやめときます。ということでパッションフォーユー頑張りましょう。イエーイ、もじゃもじゃ。ででんを1位取ってででんです。そうですね、結構厳しいと思うんですけど、まだそう、まだパッションフォーユーでね、なんかないんですよ、撮影とかしたこともないので。なんかグラビアのやつもギリギリダメで、ラジオのやつもダメでだったので、ちょっと今回は本当に1位を取りたいと思ってるので頑張りましょう。取れるうん、頑張ります。ランキングを読みます。くる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 、1位、モリッチさん、ありがとうございます。森千号日さん、ありがとうございます。2位、カホラーさん、ありがとうございます。3位、細木さん、ありがとうございます。4位、カズマさん、ありがとうございます。わー、きよった、ありがとうございます。4位、5位、北海道のカールさん、ありがとうございます。カール、ありがとうございます。5位、6位、カホラーさん、ありがとうございます。7位、今の兄ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、ぬ、ぬけにんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぬーんかと思った。9位、エリザベスさん、お、ありがとうございます。ありがとうございます。イエー。10位、ポポさん、ありがとうございます。ポポ、ありがとうございます。11位、うちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。タイラーさん、なんて言ってました？タイラーさん、ありがとうございます。
12位ユースさん、ありがとうございます。止まってる？ありがとうございます。ユースさんありがとうございます。13位ハッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで止まったんだろう。ありがとうございます。あと10日11日間ですね。長いですけど頑張りましょう。ファイト。かおちゃんが丸すぎて止まった。甘え頑張りましょう。気温の変化が体調管理、そうですね、皆さんも気をつけてください。いやー、1位取ろう。YDK。 あ、11月10日の矢作の卒業公演出ます。 Y ぜひ見てください。 DMM で。うん、ファンの方が当たるように。そうだ、まだパッション冬期間だから気は抜かないように待って、中間発表の時やん。いやー頑張りましょう。うん、ねー、中間発表だよ。どうしよう。頑張りましょう。そうね、やり続けよう。ひえ、画質が悪い。中間テストも頑張ろう。頑張ります。今から勉強再開だ。ということで今日もありがとうございました。気持ちが入ったら頑張るよ。ほんと頑張る。頑張った、腹減った、佐藤の頑張りますありがとうございました。バイバイ。